鶴木町立貞光小学校は徳島県美馬郡鶴木町にある公立小学校。明治時代初期に設置された合学校を前身としている。地域での小中一貫教育の取り組みを実施している。旧貞光町の時代には1966年から2004年まで雇用小中一貫教育を進めていた。合併で剣町が発足した後の2006年には、 徳島県教育委員会から小中一貫教育パイオニア事業のモデル地域に指定された。また、太平洋戦争時の1945年1月29日、学校に隣接する新工事で火災が発生し、当時を学童疎開先の宿舎としていた大阪府、大阪市、大正区、南岡島国民学校の児童16人が死亡する事故があった。 この火災では終戦直後に当時の貞光町民らが募金を出し合って16地蔵村を建立し、また16地蔵村に関する書籍やアニメが制作されている。学校では16地蔵村の法要に毎年参加し、また南岡島小学校との交流活動を行うなど16地蔵村を通した平和学習にも力を入れている。学校では スーパー挨拶校を目指して毎朝校長先生と児童会のメンバーが校門に立って挨拶運動をしている。毎年全校児童が農業体験に参加している。ありがとうございます。